おはようございます。ごめんなさい、こんな場所にして。私からはないです。どうぞ。はい。よくお久しぶりです。はい、久しぶりです。ギガスクール構想を盛り込んだ今年度補正予算案が今週にも成立予想してさ、これまでの財務省とのやり取りみたいな難しかった面もありますが、これだけの公共の予算が積み増せたというのは要因は何でしょうか。はい、学校の ICT 環境整備については必要な経費として単年度1805億円の地方財政措置が講じられていますが、PISA 調査の結果において我が国の ICT 活用状況は世界から大きく後じを拝しており、教育用コンピューター1台あたりの生徒数は平均 5.4 人に1台にとどまり、地方自治体間で整備状況にばらつきが見られていました。で、PISA の結果などを見てもですね、もうこの ICT を活用して答えるというのが世界のスタンダードになってきている中で、今まで地方任せといいますかね、地方支援という形で環境整備を続けてきましたけれども、残念ながら思うような成果が出てませんでした。で、平成の時代っていうのはパソコンですとかタブレットっていうのが学校にあったらいいなっていう教材だったんですけれど、まさに令和の時代はこれからはスタンダードにしていこうということを掲げて、で当局とも交渉してまいりました。当然お金のかかることですけれど、安倍内閣としては人への投資という大きなテーマの中で取り組みをしておりますので、結果として、言うならば政府全体で、共有をしていただいて、補正予算で大きな金額を計上することができたと思っています。これからはしっかり整備をすると同時にですね、使いこなしていかなくてはなりませんので、また同時に、ネットリテラシーなどの新たな課題もあります。こういったものにも目配りしながら、子どもたちが生き生きとしっかりと勉強のツールとして使えるように文科省としては努力をしていきたいと思います。それでは各社さんお願いします。はい、どうぞ。産経新聞の川瀬ですけれども、新型コロナウイルスですが、今後の展開次第では、あるいは学校生活にですね、影響が出てくるかもしれません。必要な対策などですね、大臣のご所見をお願いします。はい、中国で発生している新型コロナウイルスに関連した感染症につきましては、先週2回新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議が開催され、政府全体の対応が行われているところです。文科省としましては、初動対応に万全を期す観点から、最初の関係閣僚会議以降、私を本部長とする文部科学省新型インフルエンザ等対策本部を開催し、本件に対する対応として所管する教育機関や研究所等の関係機関への情報提供、大学病院等への協力要請、中国湖北省に対する感染症危険情報の引き上げを受けた渡航中止に関する要請などを行ってきております。引き続き政府全体の方針の下で情報収集を万全に期すとともに、状況に変化があった場合に迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えるなど、緊急事態に異論なきを取り組んでまいりました。特に国内の発症例の増加などの状況を踏まえ、1月24日に教育委員会や大学等に対して手洗いなどの感染対策を含めた注意喚起の事務連絡を発出し、最新の情報提供を行ったところです。これで会見が終わります。よろしいですか。はい、ありがとうございます。